SKE48 ゼブラエンジェルのガチバトル、ガチバン、イエーイ。お、今日は拍手が多めでございます。ありがとうございます。はい、タニパープルこと谷まりかと、ゆきちゃんやのこと荒井ゆきです。イエーイ、お願いします。今回私たちとチームを組んでくれるライターさんはこちらでございます。はい、パチンコ攻略マガジンのスケロクです。お願いします。こんにちは、パチンコ攻略マガジンのゆきです。ゆきさん、ゆうきさん、今回、もう打とうと思ってる棋士のマジ強力な助っ人ですから。何それ、めちゃめちゃ冬空にも詳しいということで任せてください。じゃあ今日はちょっともう勝たせていただきますね。よろしくお願いします。ゼブラエンジェル同士がガチで戦うパチンコ実践番組。それぞれパチンコライターさんとタッグを組み、合計の定まで勝敗を決める乗り打ちバトル。敗北したゼブラエンジェルは、勝利したゼブラエンジェルと視聴者の方に自腹でご褒美を購入しなければならない、ガチでリアルな罰が待っている。はい、ということでね、ゆきちゃんは、本当にゆきちゃんは今まで負けたことがないんですか？2回やったことあるけど、2回ともご褒美もらってて、マジで私13回負けてるよ。やばいですよね。谷さんと僕、完全に負け越してるんですからね。いや、本当ですよ。でも違う人と組むと調子いいんですよね。そうですね。今日でも大事な10勝目がかかってるんで。そうですよね。よろしくお願いします。2桁乗せましょうよ。はい。勝たせていただき、勝ったか、勝てた、勝たせていただきます。パチンコ大好き。私たちゼブラエンジェルがご褒美をかけて戦うガチ実践番組パチバンは、YouTube 強楽チャンネルにて毎月第1、第3木曜日絶賛放送中です。今すぐチャンネル登録してね。チャンネル登録してね。近鉄南大阪線針中の駅から徒歩15秒、針中のパーク5アンジュさんで実践スタート。現在2連勝中のゆきちゃん、果たして谷が止められるか。あら、あらららららら、ちょっと導かれるようにここの台にちょっと来ちゃいました。私は吸い込まれるように来ちゃいましたね。やばいですね、今吸い込まれましたもん。あった、冬空ありましたよ。初めて見た。それでは打ちたいと思います。おじゃー、イエーイ、勝つぞー、勝つぞ。よし、行きましょう。あのリメンバーってことで、はい、結構いろいろ新機能が追加されてるんですよ。で、人の一つが、はい、ここに今シンプルモードとエンジェルモードって。あ、ね、それ気になりました。何ですか？はい、これあのボタンを押すと、はい、実はこうやって、あのこうやって切り替えられるんですけど、まあ、今エンジョイモードでやってるんです、はい、エンジョイモードっていうのは、はい、あのいろいろ先読み予告とか、はい、保留が変わったりとか、はいはい、あのタイマー予告があったりとか、はい、いろいろ予告がいっぱいあるモード。逆にじゃあシンプルモードは賑やかなモードで、シンプルモードの方は、はい、あの本当にその12年前に出た冬ソナをそのまま再現して、保留変化とかもないし、全然先読みとか予告とかも超少ないんですよ、当時って。当時の冬ソナを楽しみたかったら、こっちのシンプルモードやばいおすすめですね。やばい、もう谷すでにもう好きになってますやばい、まあ、今回はやっぱりちょっと賑やかな方がエンジョイモードをちょっと私楽しみたいです。エンジョイモード今ちょっと体がエンジョイを欲してますもん。今この何気ない会話予告もあるじゃないですか。大体がこの左にユジンが出てくるという、うん、この話し相手も同じようにミニョンさん、この右下のあのヨン様ですね。だヨン様ってヨン様っていう名前じゃないんですか？ヨン様はあの本人の名前。あ、本名ですか？本名、役の名前かと思ってた。役の名前はミニョンさんっていうんですよ。ユゴンさん、ミニョン、ユゾンさん、ミニョン、マミブメモのミ。ユモン、ダメだこりゃ。マミブメモ、すいません、あったお。これ今、コロリスチャージ中になってるじゃないですか、はい、これ、今回新演出で、はい、エンジョイモードの新演出なんですけど、はい、今、白から青になって、はい、変わりましたね、色が。どんどん色が上がっていくとチャンスで、青の上に緑があって、赤があって、はい、金があるんですよ、はい、金もあります。金を見たい。赤以上になればかなりチャンスです。うわ、今これ友人滞在中ってなってる。はい、なんか連続してますね。どっかの保留チャンスですよ。お、これだ。 あ、タイマー取るかも。あ、タイマー、あ、実写2人。あ、しかもあのミニキャラが金色なの分かります？後ろにあれ激アツ。あ、今もう消えちゃったんですけど、勇気早くも大チャンス。うわ、あ、連続3回目です。大雪になれば、やばい、これ来ますよ。
これチャージ赤まで。赤赤。これ金まで行けば本当に熱い。金を見たい。あとは軍ですかね。ちょっと。出ました。やばい、いろいろありすぎて。やばいやばい、待ちに来ました。一気に来ましたね。やばいやばい。おお。お赤。あ、オーレ。二人同時に大当たりあるかも。わあ、しかも。メガポラリス。あ、金です。おお、激アツ。見れた。カメラさん、お忙しすぎですよ。金ですよ。赤保留熱い。すごいですね。赤保留の上にでもゼブラ保留もあります。ちょっとこれは目標叶えましたよ。メガポラリスが動けば。あー、なるほど。これ2人大チャンスですね。うわー。おう。金カット。待ってください。これリーチ中にカットインがあるんで気合い入れて押してください。はい、わかりました。気合い入れます。赤でかなりチャンスです。これ第12話です。やばい。金カットインなら激アツ。これは行ったんじゃない？おお。素晴らしい。これ当たったらすごい。当たりたいですよ。いや、赤。いけると思う。赤い勝利。いやー行きたい。これは。二人目の大当たりとなるか。最後のこの煽りがいいんだよね。チュンさん見つけたら当たりです。はい、チュンさん。ヨン様に会えれば。あ、ヨン様に会いたい。会わせてください。外しちゃった。どうしてヨン様に会わせてくれないんですか。ヨン様に振られちゃったね。あ、まあまあまあ。ヨン様待ってるよ、ヨン様。会いに行くからね。2週で大当たりすると通常なので、時間がでも100回つきます。100回もチャンスタイムって書いてありますよ。あ、ゆきさん、じゃあ大丈夫、まだチャンスある。頑張って、スケロクさん頑張ります。え、今日ゆきちゃんは頑張んない日なの？え、私人任せの日なの？自分で当てれたことないですもん。あ、そうなの？え、ガッチまだそんな当たってない？なんか、当てたやつを譲ってもらわないと。それでめちゃめちゃ連チャンしたんだ。当たらないんですよ。あそういう人なんですよ。あ、おー、うわー、これもう赤になったら実写リーチのすごいですね。まあ、当たってないです、まあ、あ、そっか、ちょっともうちょっと当たってる気がした。そう、あとこの発展するときのあのアルバムの色がすごい大事で、ほうほうほう、あの青と赤と白いアルバムがパッて出るんですけど、白いアルバムだと激アツですね。まあでもこれ実写リーチに必ず行くんで、これを変わりましたね。このマフラー、挟まってるマフラーも赤いと激アツです。細かいです、結構細かいですよ。メガネが落ちてくれば発展。これちょっと待って、これ、これ、事故りそうな友人を王様が助けると、突然確変です。今回これ2ラウンドなんですけど、ちゃんと打つとアタッカー出玉取れるんで、ちゃんと打って。もう興奮して打つ忘れてるとちょっと損しちゃうんで、ちょっと今日は絶対勝てるよ。これ任せてください。はい、いやー安心感あるな。スケちゃん、スケちゃんとは違う、また違う安心感がありますわ。言ってるそばから通常大当たりのピンチなんですけど。あ、でもやばいぞ。おっと、あ、でも、あー、あ、おー、第2話雪だるまリーチです。雪だるまリーチ、各編中ってリーチ3つなんですよ。はい、はいはいはい、この雪だるまリーチと、あと教会でのプロポーズリーチ、あと砂浜で、うわ、レインボー。え、ちょっと今日のゆうきさん止まらないっすね、勢いが。多分これ大丈夫です。うわ、今出たよね、なんかね。今入ってました、ね、私はちゃんと見ました。素晴らしい。あ、キッス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 、キャー、女子だ。やばいっすね、やばい、すごいですね。すごいですよ、止まらない。ゆうきさん感心してないで、谷も早く
これあのヨン様が目覚ますと格変なんですよ、目覚ましてお願い、今覚ましてないでしょ、ほら覚ましました、覚ましたヨン様が、よっしゃゆうきさんちょっと当ててね、いやもうやばいよ、ちょっと変わってみよう、マジですか、本気でいってます、うん、いいですか、いいよ、うわ変わってんじゃん、ゆきちゃん早く当てないと差が広がるぞ、赤マス赤マフラー、お今ゼブラゼブラ、ほら、あ、本当だ、これゼブラゼブラ、これ当てる当てる当てる、これはある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 、ちょっと私そっち行きますわ私こっち行きたいこっちの方行きたい、こっち確認中だから、ゼブラがいい、これも8割ぐらいありますよ期待度、ゼブラですよ、ああ、でも今圧、今ねこの発展時にこれが落ちてくれば本当によかったんですけど、いやカットイン大事ですよ、緑、赤、黄、はい、まあチャンス、赤、赤ならまあチャンス、お願い、ゆきちゃんに当たりを、当たって、お願い、頼む、ねえ、外れ、いや、復活もあります、復活も、お願い、お願い、戻れ、戻れ、うわ、ねえゼブラハウスでいたい、ゼブラなのに、え、やばいやばい、やっぱ今日運勢悪いんだよ、ねえねえカッチンチンしよう、あ、やばい、人の当たりで打つ右打ちは超気持ちいいですね、やばいし、やばい、いきなり終わらせるなよ、やばい、いや最高ですね、ちょっと当ててくださいね、頑張ってください、危ないやばい、あ、ミニョンが喋ってる、もう赤文字です、激アツ激アツ、やばい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 、来たよこれ、理由なんてないわって、素敵、激アツです、来ました来ました、これあと群も出たりするからね、白いアルバムが出れば、はい、もう、あ、出た、出ましたよ、予言者予言者だ予言者ですあの白いアルバムはもう出た時点で確変濃厚です、うん、これですか、これ外れない、外れないです、まずい、いや、すいません、あ、これこれこれ、あ、素晴らしい、最高、ちなみにゼブラ外してます、よっしゃねえ、何言ったの今、めっちゃなんか言われたんですけど今ゼブラ外したんですか、外しました、やばいね、やばいね、お、実写が抱きしめると当たりです、やばい、虹色ですもん、めっちゃ笑われましたよ今めっちゃ笑われましたよ、悔しいね、ちょっと見返してやろう、悔しいですよ、見返しましょう、今日初めて会った人に笑われてなんだ、あ、そこで、そこで、なんだよ、あ、君を離さないって言われたい、これもうメロメロです、私今メロメロですもん、これ熱い、来た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 、これは来ましたよ、タイマー来るんじゃない、タイマー、うわ、うわ、赤文字だ、これはこれはもう来てください、お願いします、うわうわ、レインボーあ、オールスター軍じゃん、うわ、オールスターですよ、オールスターだったね、プレミアム演出てこもり、うわすごい、キスする瞬間見ててください、私も投げ合いたいいらっしゃいましたレインボー様、ちょっとゴージャスすぎない、やばいですねなんか出ます、なんか出ますよ、ここゼロになった瞬間、うわハンパじゃん、カニパ半端ないって、ちょっとごちそうさまでした、やばいやばい、チェリーチェリーやばい、チェリー様、ヨンズからならいいんですけどね、ヨンヨンヨンさん、ついに通常大当たりのピンチ、あーやばい、やばいよ、また砂浜、あ、でもちょっと上がったんです、そうですね、さっきよりかは、
チーム影。これプロポーズリーチってやつです。プロポーズ成功しちゃうと当たりなので、成功したんですか。これはプロポーズ失敗した方が嬉しい。失敗というか、ちょっと失敗してほしいけど、もう成功させない。女心は複雑だね。あー、龍馬になっちゃった。注意しちゃったよ。じゃあこのスクロール中にこうボタンを押して、はい、これ回ると確変です、はい。やばい、回んないですね。回んない、やばい。あー、どうしよう。謝られた。つらい。謝らないでよ、王様。スケちゃんはシンプルモードでやってたよね。あれ、ちょっと僕シンプルモードにこれ学生変身ですよ。あ、当たったよ。シンプルモードで学生行ったら大当たり濃厚。全然さりげなくシンプルモード行ったら白アルバム。白じゃん。これあの多分見本みたいに当たります。来た。あ、ポラリス落ちないんだね。やばい、また。いや、でもこれ一番期待できるリーチ。キスすれば大当たりと。よし、やりました。ありがとうございます。よしよしよし。で、これがね、確変だったらいいんですよ。グーキスになれば。キス、こい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 、いけあああ、通常。あれ、まあまあまあ、でもとりあえずよかった。とりあえず当たりました。すごい、初めて当たった。初めて、初めて当たった。え、スケちゃん当たった。え、ついに。いやでもね、はい、水柄だから。ああ、よっしゃよっしゃよっしゃ。いやでもすごい、よかった。いや素晴らしいよ。でも6800、すごい。これはかなり勝利に。本当に。え、また来た。これは。レインボーだ。レインボーじゃん。レインボー。ちょっと。これこれ。何やってんの、すごいじゃん。これ来ますよ。これ来ます。え、残り捕虜だよ。そうだ、赤。うわ、ゼ。ゼブラ出るとさ、シマウマの声したの分かった今。うわ、すごい。あ、しかも4図柄。すでにプレミアム出してるけどね。うわ、最強リーチ、最強リーチ、初雪、初雪、運命の人。封鎖のあのリーチでは、はい、一番定番リーチなのよ、これ。いやだから今日1回も出てなかったから来ましたね、これは。やばい。ヨン様に会えたら当たりです。ヨン様に会えました。またリーチによっていろいろパターンだよね。会えたら当たりだったり、キスしたら当たりだったり。すごい、4つ柄です。これはあります。こんなことはめったにないです、めったにないですよ。4やりましたよ。イエーイ、イエーイ、イエーイ。すごい。やっぱり4様はタリーと離れたくなかったんですよ。いいな。私も4様と手つなぎたい。みんな言うそれ。やばいですね。みんな言うやつ。ほら、あー、恋愛モード。チュンさん頑張って。このまま終わらせるな。お、え、お、あー、初めて見た。あのこういう風にちゃんとミニョンと友人が会話成立するのがチャンス。初めて見た。金色でした。
まあ、ちょっと期待しましょう。赤か。あ、初受け。どう？あー、アジアで。これある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 よ。これ全然熱い熱い。さあ、これは期待できますよ。期待できますか？で、僕が選んでるのはシンプルモードなんでチャンスアップは出ません。なので純粋にこのビーチを楽しめる。で、いろんな演出見たい人はエンジョイ、シンプルな演出を楽しみたい人は、まあ、このようにシンプルを打つと。頼む頼む。もうここで当てないと追いつけない。いけー、お願いお願いお願い、頼むよ。よし、会えた、会えました。キラキラ、ほら、いたじゃないですか。すごい、2人が出会って大当たりになると。この騎士の流れはね、これ格変になれば。すごい、今度こそ格変になるか。7で止まって、7で7、そこ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 。行き過ぎた。ねえ、行き過ぎた。赤い図柄だけでバラケメでリーチにならずに止まったりすると、はい、あのデートチャンスっていう、自分でリーチ選べる演出があって、それデートチャンスっていう演出自体がもう当たれば格変なんで。選べるんですか？そう、選べるんですよ。ヨン様との？そう、あのデートスポットがいっぱい出てきて、はい、その中から好きなの選べるんですよ。ちょっと早く行ってくださいよ。あなたがデートしたい場所を選んでくださいっつって。はい、いやー、ヨン様と。ちょっとそれ見たいですね。見たいです。デートチャンス。私もヨン様とデートしたいですもん。文春に気をつけろ。ちょっと頑張ります。あ、今ちょっと待って。え、何ですか？今あの入場時に韓国語で喋ったから熱いっすよ。え、これかな？次かも。これかなり激アツです。鳥も青い。あ、デートチャンスじゃん。選べるよ。選べるよ。マジですか？マジで。ね、どこに行くの？嘘。デートチャンス。どうしよう、選べない。たまにプレミアムのデートスポットも入ってたりするんで。なんですかこれ。どうやって選びます？あ、待って。素晴らしい。これ一番熱いやつなんで。舐め気持ちいい。まあ、今プレミアムのデートスポットは入ってなかったんですけど、はい、ホテルとか、商店街とか入ってたらプレミアムリーチが流れます。まさか画面越しに結構熱い。はい。ああ愛してるって言われました。愛してる。やばい。3億来ちゃった。やばいですこれは。あ、でも雪になる。あれ、これ微妙っすね、でもね。うわ、一番やばい砂浜が、はい、砂浜が大体 30% ぐらいですかね、格変期待で。プロポーズリーチで 40% ぐらい、はい、この雪だるまリーチだと格変期待度 75% ぐらいあります。なるほど。でも 25% は終わるんで、はい。だから、なんかでも、嬉しいけどみたいな。そう、嬉しいけども。嬉しいけど嬉しくないみたいな。やばい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 。よよ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 。残念。出ちゃった。あ、謝んないで。謝んないで。さあ、3階に行くか。あ、行った。すごい。これ期待できますよ。え、再びチャンスタイムでの引き戻しあるのか。さあ、さあ来ましたよ。ちょっとね、初雪じゃないんでリーチが弱いですが、ちょっとね、もうここで当てないと本当にもう追いつけない。ゆきちゃんの分も頑張らないと。頼む、バトル完成して。よっ、あ、来た。さすが。オッケー。さあ、ちょっとね、これ頑
円にします。すごいな、通常図柄だけで3回連続合ってますよ。すごい、頼む。何回通常引いてんだよ。3連続通常、まあある意味すごい。4回目あるのか。おお、トリプルいった。あ、トリプルいってくる。あれ、これちょっと期待できますよ。ある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 、あの時間当たりの可能性もあるし、事故の可能性もある。事故、あ、事故みたい、事故みたい、事故みたいでしょ。事故みたい。止まっちゃう。おい、三曲頼む。止まれ、止まれ、止まれ、止まれ。はい。ああ、いや大丈夫大丈夫。下下下。いった。いった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 。来た。影来た。引き戻した。やりました。すごい。事故じゃん。もう時短中に下に友人いたらもう大チャンスですから、やりました。これで、出玉なし確認引き戻した。大当たりって感じ。なんと4回連続の引き戻し。イエーイ。じゃあちょっとこれせっかくだからゆっくり。本当にいいですよ。いやいや、せっかくだから当てたのに。いやいや、一回当たり体験しましょう。本当に11位だから占い。あ、そうなの。本当に会話の内容が、あ、これ大チャンス大チャンス大チャンス、今までずっと言ってた、あのミニョンとユージン、よかったね、あの初めて見れたね、あの本当に私本当に今日何もしてなかったから。神様、オッケー、よかった。はい、よし、かけようかね。よし、すごい。これで次の大当たりも保証されてます。ゼブラからは大チャンスだよ。お、タイマー熱い。おっしゃ。であとね、赤タイマーだとめっちゃ熱いですよ。はあ、とりあえず金セリフ欲しいですね。金セリフが、はい、欲しい。いいね、いいね。おお、もう一回出た。来ます、これは来ますよ。ゼブラ、ゼブラ激アツ。なんと、グン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 欲しい、グンが来ました。今シャンシャン金色だった。はい、熱っ。これ初代カットインです。来ました。初雪だ。あ、最強リーチ。どうしよう、来ちゃった。来ちゃいました。うわわわ、発展時にハートギミック出ました。やばいですね。ゼブラって言った時のウマウマだけも聞きました。聞きました、はい、シマウマの声聞いた。すごい。これボタンで組んでたら、おお、金取って。これ引き戻したらマジでかいよ。やばいね、やばいですね。やばい、これシュンさん見つけたら当たりだからね。見つけて、うわ。感動してる。やば、当たっちゃった上。あ、大丈夫、負けないで。待って、すごい。うわ、なんかあっちタマちゃん出てるし。うわうわ、やばいやばい。ちょっとマジこれだから大事だよ本当に。頑張ります。あの自分では当たんないけど譲ってもらったら強いね。急に急に本当に急に、これ一人で行ったら危ないですよね。すごい。確認中の金カットインももうもちろん大チャンス。オッケー、大丈夫。おお、まだ諦めないで行こう、最後まで行こう、うん。あ、これはやばい。いや、これは外れを願ってください。
当たると終わっちゃうんで。外れて。あ、カットインも弱い。やめろ、キスすんな。ダメ。手離せ、手離せ。ああ。抱きしめちゃった。くっついちゃったよ。残念、終わったかも。ゴズガラで当たったから。いや大丈夫、あの100回回せるんで。お、あのね、これ飛び出るのかなりチャンスなんですよ。激アツとか欲しい。さあなんだ。お、大雪なら北シティですよ。北シティあるある。しかもタイマーもう1個出た。今まで見たことないぐらい効果でしょ。本当ですね、全然違う。こっちの台で全く出なかったやつ。しかも来た初雪。どう、完璧じゃない。もうこれ大丈夫です、当たります。うわー完璧。いやこれはねもう大丈夫、当たる当たる。よかった、イエーイ。わあ、ダメだよ。お、見た見た今の、すごい直前で大逆転あるかも。おお、これが鳴ったら、キュイーンって言ったら当たる。気持ちいいでしょこの当たり方。全然違うさっきと。当たる？当たるのはもちろんだし、そう、確定を当たる。おお、すごい走ってた。おお。ここで通常力が揃っちゃった。当たっちゃった、当たっちゃった。止まれ、待って、あっ、やば、あっ、あー止まっちゃった。熾烈なバトル終了。果たして勝ったのはどっち。それでは結果を発表しましょう。やっ、キダ、私とスケドクさんチームの結果は、はい、スケドクさん投資が3万円、はい、3万円で、出玉がゼロです。私のせい、これでも僕がゼロ持ってるになっちゃった。私のせいですね、ほぼ。はい、で私投資5000円で、出玉が1万4150円。おーし、いや最後すごいよね、もう一撃 で、 最後です、ね、ちょっと待って、これ、ね、これやばくない。え、本気、あの本当にね、わかんない、いいところで終わってます。え、もうこっち勝った気しかしてないんですよ。そうですよ、本当に勝つ気満々ですから。タニアとユウキさんチームの結果、ユウキさん投資が2万円です。お、出玉ゼロ。ほら、はい、三ひょくチュンさんはちょっといまいちだったんですよ。そうですね、はい、それでは発表しましょう。タニ投資金額はなんと5000円です。うん、そう、一緒ですね。安い、まあ、一緒。そう、からの出玉はなんと12501玉です。おー、え、ちょっと待って、ハイレベルすぎない？ちょっと待って、え、どうなってんの結果。すごいですね、はい、ということでトータルプラス6200円。やったー。一旦一歩及ばず、僅差で谷チームが逃げ切った。なんかね、ゆうきさんがね、いる安心感半端なかった。スケちゃんと全然違う。本当に、いやいや、なんかスケちゃんが今日大丈夫っていう大丈夫が違ったの。本当に本当に大丈夫だった。ということで、うん、タニさんのご褒美と、うん、ファンの方へのプレゼントを買いに、yes. こちらママガールデッド店にやってきました。よく言いました。それでは店内行きましょう。お邪魔します。あらもう
すごい、いろんなものありますね。いろんなものがありますね。何を買おうかしら。よろしくお願いします。お願いします。やばい、人から怒られるの久しぶりすぎてちょっと慣れてないわ。何でもいい。逆に出してあげたくなるもん。じゃあ浮き輪欲しいです。それはダメ。あちょっと待って、トリートメント今トリートメント切れてるんだよ。買いよす。じゃあいいの、ファンの方にもトリートメントでしょ。あ髪の毛なんか、あ髪の毛が入るシャンプーとかするプレゼント。そんなんあるんだよ。浴用やって、浴用シャンプー。ちょっとね、最近ね、私ね、美容についてとても興味を持ち始めて、キャッツパックしようかな。え、何ですか、これいくらだと思う1枚。え200円ぐらいって思うじゃん。50円。え50円。え本当に言ってますか。本当に書いてある。え安いね。大阪は違うね。安いですね。まだ欲しいもあるんですか。でも本当にね、もういいもの。谷はみんなの笑顔を見れれば幸せなんだ。苦笑いやめてください。いつ使うんですかそれ。違うのよ。え、本当に。もしかしてやらかしちゃったんですよ。やば。家で使うんですかもしかして。おにぎり放置してたら小林がめっちゃ湧いちゃって。どうしますかファンの人。どうね、何がいいと思う。あ、帽子キャップ、うん、確かに。これにサインとかどうですか。あり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 。白い方がいいよね。うん、確かに紫が入ってる。あ、ほんとじゃん。これしましょう。これにしよう。決定決まり。ドゥドゥじゃん、帽子でございます。ドゥドゥルー。これにね、私とゆきちゃんのサインを入れてプレゼントします。最後に視聴者さんのご褒美キーワードを発表しちゃいます。ゆきちゃんどうぞ。ゼブラ柄サランヘヨ。ゼブラ柄サランヘヨ。チャンネル内のコメント欄に寄せられた視聴者様の皆様からのお便りをご紹介しちゃいます。イエーイ。トゥルトゥトゥトゥ。紹介、マッサー K さんからです。ゆきちゃん2連勝おめでとう。ありがとう。連勝記録作ろう。だって負けたね。負けちゃったよ。どうだった。本当に負けた気持ちは。負けた気持ち。でもなんか、うん、最初の方は私だけ当たらなくて本当に、うん、そうだね、焦ってたんですけど、なんかこうギリギリ競えるところまでね。え、はい、そうだったよ。持っていけたのでよく、うん、セーフって感じで。セーフ。楽しかったです。イエーイ。ということで皆様たくさんの投稿をありがとうございました。毎回ご紹介するのでコメント欄にじゃんじゃん投稿してください。待ってまーす。むにゃむにゃパチバン。つながる、話せる、楽しめるパチンコパチスロ SNS たぬきち友の会。たぬきち友の会では実践結果やオフ会、パチンコツアーなどパチンコパチスロに関する話題が盛りだくさん。さらに強楽シダ会情報やここでしか話せないマル秘情報もあるかも。強楽スタッフも一緒に参加してます。全国のパチンコパチスロ好きの仲間たちと交流の輪を広げてみんなで一緒に盛り上がろう。